ましたよ。はい、ベルーナドームオープン戦でございます。平日に呼び出さないでくださいよ。平日の昼間ですからね、1時スタートですからね。遠いですね。いいよね。今日何すか。今日はオープン戦です。オープン戦2日目ですね。ちょっとマイク落としてテンション下がってます。はい、いいじゃないの。入りますか。はい、風強いっす。風強いですね。どこっすか、席は。席はないと。何すか、オープン戦見るのって。え、見ないの。めちゃくちゃマニアックじゃん。見ないの。売店紹介とかした方がいいんじゃないですか。やろうよ。ちょっとお昼時だし、ちょっとお腹も空いたよ、私は。じゃあ席つきますか。はい、ライトボールシート。ちょっと逆ですからね、ベルーナはこう。そうそうそう、アウェーがライトっていう。そう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 。え、嬉しい。なんかダゾンで毎日見てて、やっと見に来れた。あ、広いっすね。見てください、新日ファン多くないですか、見る限りの。あ、向こうは青だけど。まあね。はい。そんな中、私はドラゴンズパーカーを着てきました。お、いいね。そう。あー、楽しみじゃ。席に行きましょう。リノリノチャンネル。どこっすか。こういう席いいね。ね、そうですね、ちょっと練習してますね。うわいいね。うわ、なんだけど嬉しい。ようやく見に来れた。どこっすか、席っていうか、ね、152、ここだ、この。はい、はい、最前列。ウメズがあります。ウメズはこんな近くに。近い近いね、いいね。練習やってますね。高谷さんがいる。あ、田中さんもいる。はい、いろんな売店ありますけど、なんかおごってくださいよ。いいよ、何でもおごったら。腹減った。テンション上がっとるから何でもおごったる。いいですか、まず銀だこと。銀だこ食べる。サーティワンと。サーティワン食べたい。でも寒い。なんかドラゴンズグッズもありますよ。あ、ほんとだ、ほんとだ。見ていい、ね、いいよ、見ましょう。1万までいいよ。マジっすか。食べれるならな。マジっすか。食べれるなら。さすがですね、本気で応援してますよ。あそこだけ人口密度高い。いいね、暑いですね。早く払えたんすけど、ねえねえ、まだすか。いや、なんかいろいろ、せっかくだから見ようかなと思って。若干俺知り合いに会ったし。無視しなよ。テンション下がってんの。あんま好きじゃないじゃん。先輩で。やだね、テンション下がってるって。てかさ、今日のオープン戦で来てるってどっちもやばいよね。ウケる。やばいよ、世間って狭いよな。愛知県の人ですしかも。あ、そう、やば。腹減ったんすよ。マルゲリータでしょ。あー、やだ、マルゲリータ。なんで、これ俺が選べれるんじゃないの。トマト食べれん。ベーコンアスパラスか、じゃあ。え、全然合わないね、私たち。何言ってんの。チョリソー&ハラペーニョ。あ、いいっすよ、いいっすよ。いいの。いいっすよ。はい。
く覚えてるんですけど、なんで俺が払うんですか。ありがとう。ちょっとカードしか持ってなかった。ちょっとひどくない。なんで俺が払うんですか。今日結構入っとる。え、はい、いつもより入ってた。お、言うなよ、回ってんだから。いつもよりとか言うなよ。いつも見られてるみたいな。なんか2000円とかしかいつもないから。どうしよう。あ、止めてないです。はいはい。うわ、めっちゃたかられた。ビールいくらすんの。800円。高ない。わかんない、ちょっと。まあまあまあ、はい。なんかおごってくれるって言ってたのにはめられたな。だって現金持ってないんだもん。全然ダメじゃないですかね。なんか今日そうですよ、マジで。ポンコツ具合が炸裂。ちょっと加藤とロドリゲス外そう。マジでなんだか3回終わって1対0負けてますけど、なんかいつもテレビで見てる時より、生で見ると分かるね、なんか、うん、ポンコツ具合が笑っちゃったもん、さっきの。今シーズンダメかもよこれ。いや、なんか去年と同じのを見てるような気持ちに今なってるよね、ちょっとね。あ、選手の交代。あ、変わった。ほら、あ、辻元見たい見たい、辻元さん。いや、もうロドリフスダメでしょ。バント失敗して牽制でアウトで。アウトだね。あ、それだけ？ロドリゲスさんだけが変わったの。加藤も変えた方がいい。まあ、もうちょっとやるんだろうね、多分ね。どうすか、これ周平打ちますか、周平。だって。周平打ちますかね。そろそろ打ってほしいけどね。どうだろう。昨日調子良かったんですけどね、寒い、めっちゃ寒い、ベルーナドーム。なしなしで失敗した。今日タイツだったわ。太陽は暖かいんだけどね。クソ試合じゃないですか。最後で見るんすか。ちょっと様子見ですね。あ、普通ベースどうです。打ったよ、周平。シュー、打った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 よ。 ここですね。この回ですよね。誰、鵜飼さん。鵜飼です。鵜飼さんか。去年までの鵜飼はここで三振。ああ、まあ、さっきも細川さんからの流れ、同じような流れありましたけどね。ダメでしたけど。ちょっと辻元打ちましたよ。そうですね。もう私帰ろうとしてます。寒いしね。ちょっと田中見物ですね。ただの田中さんですから。ちょっと田中が初球ナイスな送りバントして、ね、送りバントして三塁です。一番暑いじゃないですか。え、小田ですけど。いや、この回で入らんかったらダメだね、本当に。内野が全身守備なんで。あ、してるね、してるね。なぜ繋がらない？私帰りますね。寒いし。寒いって風邪ひいちゃうよ、これはね、ずっといたらね。ウーロン茶が全然進まないです。ね、私もビール全く進まない。ですよね。田島ですよ。田島さん、次。めっちゃ。お疲れ様でした。何、本当に帰ろうとしてるんですか？何、本当に帰ろうとしてるんですか。寒すぎて日向ぼっこ。そうよね。思ってる以上に寒い、やばい。じゃあもう試合の展開もなさそうなんで帰りますね、本当に。はい、お疲れ様。気をつけてね。はい。よろしくね。